動画原稿カード論、みなさん、ジュジュンです。はい、皆さん、今回の動画では、ブブゴロとケプラのメンバーたちが一緒になんか仲良くなるためにプリクラを撮った動画が上がってきて、それを私が翻訳させていただきたいと思います。はい、皆さん、では見てみますね。せーの、レッツゴー。1番目のチーム入場って書いてます。かわいいって。ここでは写真のフレームをなんか今選んでます。何がいいですかってイエスさんが聞いて、まあ、構いません、何でもいいですよ。でもここで珍しく真白さんが、私はこれがいいですって言いましたね。お、表面を思うって言いました。どこを見たらいいですか。ここで皆さん、いや、真白さんが何て言ったか聞きましたか。ここで真白さんが顔でかって言いましたね。今真白さんが画面で映った自分の顔がでかって言うから、すぐユジョンさんがこう前にこう来てくれたんですよ。自分が後ろにいるからだよって言いながら撮りますって、このリモコンで撮る。ここを見てくださいって言いましょう。かわいいかわいいって。でも皆さん、本当にこれ見てください。真白さん顔なんていうかな、みんな小さいですけど、一番小さいんじゃないですか。なのに顔でかって。最後のカット撮影、キラキラって書いてました。可愛いですね、みんな本当に可愛いですって。ここになんか一番下に毎週木曜日夜9時20分って宣伝メッセージ書いてますよって真白さんが言いましたね。韓国人よりもそういうのを早く見つけるのがすごいです。ご視聴よろしくお願いします。さっきのチームなんか撮影してるの見たけど、うまかった。私たちはシックに行きましょうか、クールな感じで行きましょうか。おお、2番目何がいいですか。アートにしましょうか。すぐポーズが出るのがさすがアイドルです。お、みんな可愛いですね、本当に。ここでアルパクシャっていうのは、顔をこう近くして撮るショットをアルパクシャって呼ぶんですよ。アルパクシャのアルは顔、얼굴の얼ですよ。얼굴っていうのは顔。はい、いきなり韓国語。世の中で一番自分が可愛いっていうポーズにしようって。おお、怖かった。撮れましたーって。前のチームがなんかうまく撮ってるのを見たので、自分たちもなんか頑張ってみましたって。かわいい。もうなんか二人なんか似てますね。なんだか。やっぱり綺麗だからか。目が大きい。静かって。今、ここでなんか触ってるんじゃないですか。リモコンでなんかボタンを押さなかったので、今みんなポーズしてるのに何も起こらないから。今ちょっとみんな静かって感じ。だから爆笑したんです。本当ヒカルさんって誰と言っても本当に
雰囲気が明るくなるんですよ、うん、これで撮るんですよ、このリモコンで。めっちゃ楽しく撮りました。みんな可愛いねって。でもここでなんか可愛いのがまだちょっと一人で気まずいのが伝わって、それは可愛いですね。ここでうん、ここのカメラを見てください。一番上のポーズは V。 どこ見たらいいのって。ここって。チェヨンさんのポーズめっちゃ上手ですね。マスクはポーズの。ハートにしようかって。いいですよ。合わないハートしようかってチェヨンさんが今言いました、ね、だからバラバラ、それぞれのハートみたいな。でもここで面白いのは、ミニョンさんはずっとなんかチェヨンさんと合わせようとしてますけど、チェヨンさんは合わないハートしましょうかって言ったのに、ずっとチェヨンさんを合わせようとしてるミニョンさんも面白いですね。これよく見てください皆さん。こうミニョンさんがこうするから自分はではこうしますっていうのが書いたんじゃないですか。ではミニョンさんがまた合わせる。かわいい。またある。もう一枚、最後のポポポポっていうのはチューですね。チュー。ヨングンさんなんだかめちゃ可愛い。仲良さそうに見えるって。今日から仲良しだよって。写真見せてくださいってスタッフさんが今言いました。だとしたらここで見せるんですよ。面白いのはここにカメラあるのに、それでこの二人がんって今なってるんですよ。ここですよ、ここ。仲良く見えますねって。お、終わった。早いですね、5分が。とにかく高評価で翻訳させていただきました。私が用意した動画はここまでです。ってことでしょう。